新人といえど手加減は無用とのことだ。どうする未来隊長。いっちょ可愛がってやろうじゃない。下がれ俺たち父ちゃんに用があって来たんだ。何人たりとも通すなとの命令よ。実力行使しかなさそうだな。あの人は中人、まともに突っ込めば負けるよ。僕もサラダに賛成かな。私のシャリンガンであの人の弱点を見極める。わかった。罠張ってたな。現実って痛いよ。なんなのこれ。サラダ、サラダ、もう一度だ。わかってるって。苦戦してるみたいだな。これちっとは加減しろ。未来知り合いなんですか。三代目火影の孫にして身辺警護のエキスパート、そして何より俺のいとこだ。これボルトはサラダの動きを気にしすぎて、いつもの思い切りの良さが失われている。サラダは手裏剣や体術をバランスよく使えるはずなのに、シャリンガンに頼りすぎじゃないのかな。影分身の術